惜しげなく捨てれるし、そうですよね。あ、いいこと聞いて。1週間で、うん、破けちゃうから、うん、やらないよりかやった方が2呼吸のカサカサ度が全然違ってて、うち5匹目と6匹目なんです、こればっかり。私の小学校2年くらいから実家でずっとこんな感じでした。2匹目色がちょうどこんな感じで似てませんか、色でも。そんなことないのかな、濃いですよね。うちも濃かったんですよ。そうその子は真っ白、白くなっちゃう。うち真っ黒ですね。で、この最初に飼ってた子はもう4歳ぐらいから真っ白。こっちがね、結構綺麗っぽいんですよ。そうですよね。何歳なんですか、この子たち。5歳、うん、5歳。1ヶ月しか違わないんですよ。4歳だから1歳違いなんだ。やだー、かわいい。土曜日にブリーダーさんのとこに、湘南なんですけど、ペペちゃん、ペペッコさんとかみんな、あ、そうなんです。私知り合いがたまたまそのグランベリーのあたりで会った人が、ペペッコちゃんだとか言って、結構いますよ、クロス台にも。ペペッコそうなんだ。ホリス行ったらペペッコに会えたりするんですよ。そうなんだ。じゃあみんなペペッコちゃん、ペペッコちゃん、いいのにね。最初この子もらいに行って月後にもう一回もらいに行って、月替え大変。そうなんだ。そうはいいんですけど、すごい嫉妬するんですよ。こっち否認してて、こっち否認してなくって、タイミング逃しちゃって、そうするとボケが出ちゃって、死んだ後にものすごい嫉妬が出てくるんですね。で、こっちをシャンプーしてる間にお風呂場まで来て噛みつきに来たんですよ。そうなんだ。本当にケインケイン、もう私が噛みくなるぐらい。それが1回や2回じゃなくて、家で最近して口輪みたいなのをしてますよ。そうなんだ。ここまでやらないと、もうちょっとお父さんがこっちを抱っこするだけで、見てじーっと見てて、外ではあんまりそんなことないんですけど、家入ると大変なんです。ここ1ヶ月ぐらいかね。そうなんだ。最初すごい仲いい時はすごい仲いいんですよ。なんかこんなことやってね、ベロベロ舐めたり。全然動画ではないってことだ。全く別の。掛け合わせが違うんだから、おばちゃんとの一個なのかな。お父さんとこっちのじいちゃんが一緒。お酢ってね、何回もかけるから。あ、そうですよね。お母さんは全然別なんですけど、なんでもこっちはすごい行くんだって。行くんですけどね、トレーニングに。本当ここずっと行ったんですけど、こっちまだワクチンが少ないから、ちょっと胃腸壊しちゃって、そしたらやっぱりワクチンやってないと受け付けてくれないから。あ、そうなんだ。でペペだと、そう言って言えば分かってくださるから、一応ね、1回ぐらいは。そうなんだ。こっちはね、できたんですけど、胃腸は3ヶ月ぐらいなんか緩いのが、去年もね。なんか急に来ますよね。急に来るんですよ。でね、ちょっと私も野菜を食べさせすぎたかなって思っちゃって、耳が痛いけど大丈夫。そうなんですけど、飲まないとドライ食べないから。そうなんだ。何食べてますドライは。うちドライは普通のなんか安いやつだよね。犬のなんだっけ、あれは。なんか。あ、キキキちゃん。そうなんですよ。まだ9ヶ月です。言ったらダメよ。いいよ。なかなか行きなさい。これがね、もうね、引き出しなんです、これが。こっちは全然大丈夫なんです。この子も全然吠えない。パピーちゃんね。パピーちゃんだ、そうだ。かわいい。おとなしいパピーちゃんだね、ずっと。シュナちゃん。マフマの起きてのシュナちゃん。朝おっぽくれるよ。かわいい。大丈夫だよ。どうよ。
ダメよ。ダメなの、ダメなの。ダメだよ、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 いやー、話がなくなっちゃうのにね。そうなんだ。そうなんだ。ねえ。あらっかー。なんでなんだな。種いったね。ツイートが出てきてね。否認しようかなと思いますだから。ああ、ねえ、そうですよね。そういう話してますね。やっぱ否認しちゃおうって言いますね。その方が長生きするんですね。そう、前の子は否認しなかったから病気もやっぱり一列ですから、そうなんですね。10歳ぐらいで、あ、やっぱり絞りができたり、やっぱりした方がいいですね。あの、ホルモン系のあれをした方がいいですよ、早い方が。やっぱり娘もしようか迷ってる。傷もこれぐらいで済むから、ちっちゃい。もう5歳になっちゃったからね、こっちは。そういうことか。こっちはしたんですけど、で、めんどくさいです、やらないと。うちのごとに。感情がね、本当に面倒、ね、くさいでしょ。そうなんだ。しようかしようか。ね、やろうね。やるんだね。そうですね。はいはいはい。やった方がいいって。やった方がいいと思いますね。もうね、望まないならね。うん、赤ちゃん。うんよかったね、あんなねえ、いいね、寒い、髪が柔らかい、寒くない5キロぐらいあるもう今ね、これで 6キロぐらいあ、じゃあもうちょっといくね、はいはいはい、大きめだね、はい、どうしたどうした、おー、ヒートちょっと残ってもう2ヶ月経つんですけど、はい、やっぱりこう、なんていうんですか、はい、近づきたいっていうのが、ね、近づきたいのか、興味なのか、ずっと振りながら、それはねかわいい、綺麗、すごい綺麗、涙も出てないし、意外と涙出てしないんですよ、この子、ね、涙出てなかったけど涙出ますもんね、出ますよね、意外と平気だね、私の子はこう真っ黒くこうなっちゃって、もう取るのが大変で、なんかね、こうなってね、あ、そうそうそう、うん、おー、びっくりした懐っこいね、懐っこい、いいことだ、いいことだ、いいことだ、私にかかってね、かかってくれる、くーちゃんの声ね、ビクビクするんだよね、これにやられてるから、あ、そう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 、追っかけるんですよ、こいつが、この子のこと、大丈夫だよ、めっちゃ可愛いね、いやでもその軍手はいいこと聞いた。軍手でね、やろう。サイズがいっぱいあるから、ね、ホームセンターとかでも。いいね。いいね。そうですね。どうしよう。糸巻き結構なんか大きいの持ってるし、テープはね、あの安いやつ。やってるとやってないじゃん、もうね、10歳ぐらいになった時に。チッカチになるんですよ、肉が。あー、そういうことか。だから、まあ、この子だったら100円屋さんに売ってるかもよ、はいはい、あれでもいいし、はいはい、でもあのテーブルのあの何、足のカバーとか、これ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 、なんか見つけたの。もう一つ言えばね、そのね、足裏のところにバスボンドって言ってますよね、よく風呂のあの炭をこうゴムみたいにコーキング、あのコーキング剤を塗るんですよ、そしたら滑りにくくなります。めっちゃめんどくさいですよ、そうです、もう内職のヘラで、アイスクリームのヘラでひたすら塗って乾かす、大変そうと思った、それ飽きちゃって、私だからもう使い捨ての軍手に、いいかもね、軍手だからね、足裏だからね、そういうことが安いしね、ちょっとね、手間ですよ、履かせるのは手間だけど、帰ってからが楽、服だけでいいから、ブラシ一緒で、これ何？うちもある？見つけたんだね、なんか。じゃあ、持ったらいいです。それではどうもどうも。はい、まず、どうも。行くの嫌だって。行くの嫌だって。バイバイ。1時間ぐらいです。あ、そうなんですか。フードドライヤーで作ったんですけど。え、自分で？もうね、ジャーキーあんまり買わないんです、最近。もう何入ってるか分かんないので、特にほらお腹弱いから、鶏のささみとお野菜を温めて、ドライヤーってあの、
売ってますよね、フードドライヤー、うん、5段ぐらいの、はいはいはい、あれで丸1日乾かすんですよ。人参もなんかちょっと牡蠣も入ってます。へぇ、すごいですね。人参やらなんか、うん、ビーツ野菜も赤いです。いいね、大事にしてもらえて。これが大好きなんですよ。ドライは食べないんですよ。へえ、そうなんだ。贅沢もいいとこなんですよ。乗っけるまで待ってるんで。ね、よかったね。女の子だね。女の子です。かわいい。かわいいね。よかったね。ペペッコかなと思ったけど。この辺違うんですよ、この子は。この辺ね。この子は。たまたまね、そこのクーアンドリさんで、あ、ここで、うん、たまたまなんかネットで来てるの知って、はい、で、前のワンちゃんが亡くなってね、そうそう、亡くなってすぐだ、すぐって言ったら辛いでしょ。つなぎが辛いで、で見に来て、なんかこういるっていうから見に来て、だからいたんだよね、すぐペットフォレスト見に行ったんで、お前は裏切り者だってみんなに言われて、そしたらね、こそこそみんな家族が個人で行ってたんですよ。でも男の子しかいなくて、うんうん、縁がなかった。ねえ、でもそう、まあ、女の子で探してたのもあるけど、女の子がやりやすいですよ。そうね、前もそうだったから、やっぱね、どうしてもね、で、そういるって分かって行って、もう一目惚れですよ。もうね、見たらダメ。見て出すからもうアウト、ね、アウトです。向こうもね、お店も慣れたもんでね、抱っこしてみますからね。抱っこされちゃうともうアウトなんだよね。思いにちょっとダイエットしないとね。ごめんね、寒くてね、冬はね、ね、大変に来るね、寒くてね、帰ろ。すいません、ありがとうございます。